株式会社フリーパワーは日本のギア研究開発製造会社。本社は宮崎県宮崎市吉村町。2012年創業。代表取締役社長は浜本洋一郎。資本金2860万円。社名の由来は世界に通用する商品でありたいという希望から浜本のアメリカ人の友人が命名。 会社設立の目的はエコギアの普及であったが自転車業界の素人であった浜本にとって資金不足、人材不足からギア生産、販売は延期される。代わりに成長市場でありかつ少ない資金で大量に生産可能な高齢者用杖とその付属商品の生産、販売を始める。高齢者用杖は市場にあるほとんどの商品の 重心が上にありかえってふらつきやすいことに着目し、重心を下に置きかつ石づきの重さを好みに応じて変えられる商品を1日で、考案、すぐに特許申請、生産開始する。この間、プロトタイプイコール商品のレベルまで引き上げなければならないというアメリカ人の友人の助言に基づき、引き続き、エコギアの改良に努め、初代エコギアよりも薄く、 軽量化されたプロトタイプを複数制作、資金難の中止工作後を重ねる。同時に、これまで存在しなかったエコギアの認知を高めることは、個人には限界があり、資金、労力ともに困難を極める。介護用品事業で会社が黒字に転換し始めた頃にエコギアが注目され始め、介護用品事業から自転車、ギア事業へ本格的に方向転換する。 その後も人材不足、資金不足に悩まされるが、エコギアの信頼を高めるため大学での検証実験により、数値による実証データを蓄積し認知活動を行うにつれ、自転車メーカーからの問い合わせを受けるようになる。浜本のモットーは、無から有を生み出すことに意味がある。発明、開発の鉄則は、自然の原則に従い、従来の外観を損ねず、アナログで斬新であるもの。 発明、開発の理念は、特定分野のみならず広く応用可能なもの。エコギアは何らかの抵抗のある場所で、回転駆動が必要とされる場面ならば、何にでも使用、応用可能。例えば、プロペラ、モーター、発電機、回転式ハンドルなど。2016年、フレキシギアフレキシーギアの名前で商品化。宮崎県、大阪府で販売開始。 現在は株式会社サイクルオリンピックでフリーパワークラシックとして販売。2017年株式会社 OSC サイクルとの共同開発によりフレキシギアをさらに改良、軽量化しフリーパワー FG-1 の商品名で本格的に販売開始。株式会社サイクルオリンピック関東36店舗で 同年3月に販売開始後7ヶ月で5000万円を売り上げ、同年7月には宮崎県の宮崎交通株式会社が始めたシェアサイクル事業に採用される。ありがとうございます。